ハロー CKCKCK どうもー、こちらはハムチューバーのブン、あ、間違えました。よお前ら、俺様だ。はい、ね、まあ、今日はハロー CKCKCK ということでね。はい、このね、財布を紹介します。でね、俺様、先日ね、これちょっといただき物なんですよ。ちょっとね、知人からいただいた財布でして、俺様がね、今までずっと使ってた財布はね、ぶっ壊れてしまったんですね。はい。はい、これがね、今まで俺様が使ってた財布なんですけどね、ここ、ファスナーがね、これ閉じられなくなってしまったんですね。まあ、いっぱい物を詰めすぎたからいけないのかもしれないんだけどね。はい、でね、先日ね、ちょっと、とある知人のね、家に、こう遊びに行くときに、ドンキホーテでちょっと買い物をしたんですよ。でね、ちょっとね、財布が壊れてるって話をしたら、うちにいいのがあるから、それなんかあげるって言われて、いただいたんですね。はい、でね、このね、財布はね、なんか未使用だそうですね。あ、未使用じゃないのかな、ちょっと使ったって言ってたような気もしますけど。で、CK って書いてあるんですね。これはなんかブランドの記号というか、ブランドのね、こうマークですね。俺様ね、あんまりブランド詳しくないからよくわかんないんですけど、でもこれ、1万円ぐらいしたらしいですね。はい。CKCKCK っていっぱい書いてありますね。ハロー CKCKCK。どうも、こちらはハムチューバーの、です。ね。あの、YouTube の神様のあの方の動画を思い出しますけどね。まあでもあれは CQCQ なんでね。これは CKCK なんでね、微妙に違ってますね。はい。うん。でね、まあこういうね、とってもね、いい財布をいただいてね、俺様ね、ちょっと会計の時にね、毎回ね、ファスナーが壊れてるから、結構大変だったし、カバンの中にね、小銭が漏れることも多かったんですよ。なので、すごくね、不便をしてたんですね。まあ、不便といっても別に、うんこが出ないっていう不便じゃないですよ。不便ってね、字を書くと、まあ、うんこが出ないみたいな意味に捉えられるかもしれないけど、まあ、普通捉えないと思うけど、そうじゃなくて、ちょっとノットユーズフルだったんですね。なんですけど、まあ、これをいただいたことによってね、はい。とってもね、便利になると思います。ということでね、まあ、ちょっと名前は出せないんですけど、これをいただいた方、どうもありがとうございました。はい、ということで今日は、ハロー CKCKCK、どうも、こちらは、ハムなんてじゃなくて、はい、世界のイケメンでした。はい、それではさよなら、ボーボーブーボーブーボーボーブーボーブーブーボ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